今回は VR1.50H で情報修正されとったけど、自分で活躍させてあげられんかった。ノーマル体験モインの使用視点をエルトラップ聖戦にいただいてきたから紹介するよ。エルトラップ聖戦は漫画家仲間で、ノリ系のシャープなボディラインを描く作家さん。見やすい構成や正確なタッチが上手でリスペクトしています。ノーマル体験モインは時期3で、ブレックプラス4、効果時間 7.1 カウントの投げ系だ。全体的にとがりがないマイルドさで、投稿者がカード登場時と情報修正時に使ったけど、どうすれば活躍させられるか頭を抱えとったけど、エルトラップ先生がうまく使ってくれたよ。投稿者はプラン立ててカードパワーを押し付けるスタイルやからこ丸い計略を使うのが苦手なんやけど、エルトラップ先生はアドリブで計略を打てる人で、四季の軽い計略や回復系を上手に使えるから参考になると思うよ。今回は小刻みに計略を打っていける静か御前と、更新で相手を追い返す能力の高い茨城宮司を組み合わせたデッキを使用してくれたよ。無にドラクマ宮司など白兵に強いカードを採用して、実質1コス落ちになる前計略特有の欠点をフォローしてるのもいい構築やね。打つよ。雨を願えば雨を、光を願えば月明かりを招きましょう。無双の剛力で、あなたを支えてみせる。いやあ、撃つよ。人間ごときに。まだ生きてくる。いやまだ生きてくる。強いな、あんた。電気解放。褒美など知らぬ。撃つよ。俺が言ってぶっ潰してきてやろう。流派発動、二の肩。まだまだ切れそうだ。無双の剛力で、あなたを支えてみせる。残念、俺の剣からは逃げられたな。こちら。全機解放。払ってくださいませ。
無双の剛力で、あなたを支えてみせる。残念、俺の剣からは逃げられたな。まだ生きてくれるかな。まだ生きてくれる。殿のお世話に。流派発動、三の型。強いな、あんた。悪い噂を払ってくださいませ。こっちだ。忘れるかよ。人間ごと君。次期八幡が報告受けていな。この俺が撃つよ。まだまだ切れそうだ。残念、俺の剣からは逃げられたな。まだ生きてくれ。滅びなど知らぬ。ひとつかいだ。まだ生きてくれ。俺は怯えていたのか。見かけの俺ではない。今回はエルトラップ先生の視点2試合と同行者の視点1試合あるよ。撃つよ。ようこそ我が領域へ。憎しみはありません。まだ生きてくれ。見るべきものは見た。撃つよ。まだ生きてくる。俺にひれ伏せ。貴様には到底見えない。撃つよ。この俺が強いな、あんた。人間ごと君。撃つよ。
昔の俺ではない。まだまだ切れそうや。滅びなど知らぬ。どけ。平家の誇りを守りたく、この知盛に続け。雨を願えば雨を、光を願えば月明かりを招きましょう。残念、俺の剣からは逃げられへんぞ。まだ生きてはるの。突撃！まだ生きてはるわ。野望、我が身を焼くか。撃つわ。流派発動。三の型。人間ごときに。撃つわ。天下開刀。平家の誇りを守りたく、この知盛に続け。流派発動。三の型。この俺が。すみません、撃つよ。残念、俺の剣からは逃げられたな。突撃！そのまま崩れ落ちるがいい。滅びなど知らぬ。撃つわ。まだ生きてくれ。昔の俺ではない。まだ生きてはるわ。強いな、あんた。ほんのちょいと回復。天気まだまだ切れそうや。悪い噂を払ってくださいませ。撃つよ。残念、俺の剣からは逃げられてます。平家の誇りを守りたく、この知盛に続け。野望、我が身を焼くか。撃つわ。万策尽きたか。まだ生きてる。突撃！すみません、
3試合目は同行者とエルトラップ先生が偶然マッチした試合を動画にさせてもらったよ。沈まれジ・エンドって行くぞ。沈まれいくぞ。沈まれ覚悟せよ。正しいものが破れるか。勝負はここからだろ。月明かりを招きましょう。時代は動いている。取り残されるな。沈まれ発動。一の型戦機解放。諦めてなるものか。覚悟せよ。今はがむしゃらに戦うっきゃねえ。覚悟せよ。沈まれ。槍が折れたか。お楽しみはここまでか。覚悟せよ。覚悟せよ。この俺が欺かれ。沈まれ。行くぞ。うっ行くぞ。リューハ発動。三の型行くぞ。今はがむしゃらに戦うっきゃねえ。何度でも立ち上がってみせよ。これが現実だ。受け入れろ。力不足か。沈まれ。正しいものが破れるか。気づいた時にはもう遅い。まだ死ねな。沈まれ。すみません。見やれ、これぞ神妙なる大岡裁き。諦めてなるものか。
覚悟せよ。覚悟せよ。覚悟せよ。ジ・エンドってやつか。槍が折れたか。流派発動。三の型沈まれ。流派発動。一の型沈まれ。沈まれ。お楽しみはここまでか。雨を願えば雨を、光を願えば月明かりを招きましょう。覚悟せよ。この俺が欺かれただと丸くは収まらぬか。正しいものが破れるか。戦機解放。この槍がある限り何度でも立ち上がってみせよ。諦めてなるものか。うっきゃー、うっきゃー。今はがむしゃらに戦うっきゃねー。これが現実だ、受け入れろ。時代は動いている、取り残されるな。いざ尋常に勝負。うっきゃー。ジ・エンドってやつか。チェン。覚悟せよ。切りまくってやる。覚悟せよ。まだ死ねな。切る。認められぬ。うっきゃ。力不足か。逃げろ逃げろ。すみません。この俺が欺かれた。正しいものが破れるか。ご視聴ありがとうございました。エルトラップ先生は漫画作品も面白く実用性が高いから、そっちもおすすめやよ。